パワーブック100はソニーがアップル向けに設計及び製造し1991年10月21日にネバダ州ラスベガスで開催されたコンデックスコンピュータエキスポで発表されたポータブルパーソナルコンピュータである。価格は2300ベドルパワーブック100は同時にリリースされた最初の3台のパワーブックのうちのローエンドモデルである。CPU や全体の速度は 全身のマッキントッシュポータブルに近いものだった。モトローラの 68HC000 プロセッサー2から 8M のラム9インチのモノクロバックライト付き液晶ディスプレイ OS 漢字トーク6.07.1を搭載していた。フロッピーディスクドライブは外付けの専用品が用意され、ポインティングデバイスのトラックボールをキーボードの前に配置して使いやすくするなど、 独特のコンパクトなデザインが特徴だった。トラックボールはパワーブック140や170よりも一回り小さく小さな鉄球による2点指示であったためにスムーズさに欠けていた。1990年、アップルの CEO ジョンスカリーはマーケティング費用として100万ドルを計上しパワーブックプロジェクトをスタートさせた。少ないマーケティング予算にもかかわらず、 新しいパワーブックシリーズは成功を収め、初年度に10億ドル以上の収益をアップルにもたらした。ソニーはアップルの社内デザインチームであるアップルインダストリアルデザイングループと共同でパワーブック100をデザイン、製造した。1992年9月3日に生産を終了し、パワーブック145とパワーブックデュオシリーズにとって変わられた。二千六年には PC ワールドがパワーブック1 0 0を史上10番目の PC に2005年には米国のモバイル PC がパワーブック1 0 0を史上最高のガジェットに選ぶなどそのデザイン性が何度も評価されている。1990年以降アップルの CEO だったジョン・スカリーは新しいコンピューターをより早く市場に投入するために製品開発を自ら監督するようになった。価格を下げ ヒット商品を多く出すことで市場シェアを拡大するというのが彼の新しい戦略だった。1990年に発売されたデスクトップパソコンマッキントッシュクラシックとマッキントッシュ LC はこの戦略によって商業的に成功した。スカリーはこれらの製品の成功をアップルの新しいパワーブックラインで再現しようと望んでいた。スカリーは 1990年にプロジェクトを開始し、1年以内にパワーブックを発売したいと考えていた。このプロジェクトには3人のマネージャーがいた。新型ノートパソコンのエンジニアリングを担当、ジョン・メディカ、プロダクトマーケティング担当副社長、ランディ・ボタットそしてマーケティング担当、ニール・セルブンである。1991年当時、ノートパソコン業界では、 東芝とコンパックの2社が重量8ポンド以下のモデルを発表していた。1991年、ノートパソコン業界のリーダー2社、東芝とコンパックは8ポンド未満のモデルを発表した。それを知ったメディカ、ボタット及びセルブーンはパワーブックを競合他社よりも意図的に軽くするように設計を指示した。スカリーはパワーブックシリーズに100万ドルのマーケティング予算を 割り当てたが、これに対して、マッキントッシュクラシックのマーケティングには2500万ドルが使われた。メディカ、ボタット、セルブンは視聴者が記憶しているであろうテレビ CM 制作と放映に予算のほとんどを使用した。広告代理店のシャイット、デイは引退したロサンゼルスレイカーズのバスケットボールスター、カリーム・アブドゥル・ジャバーが小さな航空会社のコーチシートに不快に座っているが、 パワーブックで快適に入力している様子を撮影した。広告のキャプションには少なくとも彼の手は快適ですと書かれている。アップルは1991年10月21日ラスベガスで開催されたコンピューター博覧会コンデックスでパワーブック140とパワーブック170の2機種と同時にパワーブック100を発表した。広告も製品も成功した。は 初年度に20万台以上のパワーブックをアメリカで販売すると予測し、発売後3ヶ月で需要のピークを迎えるとした。1992年1月には、アップルは10万台以上のパワーブックを販売し、その頃に品薄状態になった。すぐに供給問題は解決され、パワーブックの売り上げは発売後1年で10億ドルに達した。アップルは、 ポータブルコンピューターの世界出荷台数シェアで、東芝とコンパクトを抜いて、トップに立った。パワーブック100、140、170は、1992年のアップル社の経済的成功に大きく貢献した。会計年度末には、アップル社は過去最高の数字を発表した。売上高は71億ドル、世界市場でのシェアは8%から8.5%に、 上昇し、過去4年間で最高となった。しかし、パワーブック100の当初の人気は長続きしなかった。パワーブック100にはないフロッピーディスクドライブや2つ目のシリアルポートが内蔵されているため、顧客はより高い購入価格であるが1991年12月には上位機種のパワーブック140や170の人気が高まった。 1992年8月10日までにアップルはパワーブック100を価格表からひっそりと削除したが在庫分は販売を続けた。これらの店ではフロッピードライブ付きの4メガバイトラム40メガバイトハードドライブ構成が1000ドル以下で在庫処分されていた。1992年9月17日アップルは安全上の問題があるとして6万台の パワーブック100をリコールした。1991年10月から1992年3月までに製造された6万台のノートパソコンのうち3台で電気がショートして筐体に小さな穴が開く現象が発生したと判明した。リコール当日、アップルの株価は1.25ドル安の47ドルで引けたが、アナリストの中にはリコールの重要性を否定する人もいた。 さらに、電源ユニットには、絶縁体の亀裂があり、マザーボード上のヒューズがショートするという問題があった。また、このコンピューターは、マザーボード上の電源アダプターのソケットに亀裂が入りやすく、保証が切れた場合は400ドルのマザーボードを交換する必要があった。パワーブック100の内部構成は、ほとんど先代のマッキントッシュポータブルをベースにしていた。 オトローラ社の 68HC00016MHz プロセッサーを搭載し、メモリは 2MB、内蔵フロッピーディスクドライブはなく、価格は約2300ドルだった。外付けフロッピーディスクドライブは279ドルで販売された。パワーブック100のサイズは、ポータブルが奥行き 37.7cm。 幅 38.7cm、高さ 10.3cm であったのに対し、奥行き 22cm、幅 28cm、高さ 4.6cm である。もう一つの大きな違いは、ポータブルで採用されていた、高画質な代わりに高価なアクティブマトリックス方式では、なく、安価なパッシブマトリックス方式を採用したことである。パワーブック100には、OS として、 漢字トーク6.0、7.1が標準搭載され、漢字トーク7.5、5までのすべてのバージョンがサポートされていた。パワーブック100は、プリンターなど RS-422 デバイスを使用するために設計され、外部シリアルポートが一つ用意された。また、マッキントッシュとしては初めて外部モデムポートを搭載しなかったは代わりに、オプションの内蔵 2400bps モデムを、 影響したその結果、印刷と a p p l e ークや高速な外部モデムへのアクセスを同時に行うことはできず、また、高度な MIDI インターフェースなどは、両方のポートを専用に使用する必要があるため、使用することができなかったただし、サードパーティのシリアルモデムは、従来の機能を必要とする場合、モデム用スロットを利用して内蔵できる。コンピュータを使用していない時でも、 主電源である鉛蓄電池が充電されている限り、メモリの内容は保持される。パワーブック100のパワーマネージャーは、ロジックボード上の IC で電源管理を担当している。ディスプレイのバックライト、ハードディスクのスピンダウン、スリープ&、ウェイク、バッテリーの充電、トラックボールの制御、入出力などを制御するもので、マッキントッシュポータブルと同じである。さらに、100には、 新しい機能が加わった 3.5V のバッテリーは PowerBook100 のバッテリー交換時や一時的に全ての電源から切り離された時にパーマネントメモリや拡張ランダムアクセスメモリをバックアップする起動時間を短縮するためにシャットダウン時にもラムの内容を保持するのは PowerBook100 だけだったのでハードディスクへのアクセス頻度を減らしてバッテリーの持ちを良くするために アップルのラムディスクと併用するのに適していた。パワーブック100は、パワーブックとしては初めてスカジーディスクモードを搭載し、デスクトップのマッキントッシュで、外付けハードディスクとして使用できるようになった。これにより、パワーブック100のオプションである、フロッピーディスクドライブを使用せずに、ソフトウェアをパワーブックにインストールしたり、デスクトップに転送したりすることができるようになった。ただし、 パワーブックシリーズのスカジー機器を使用するには専用コネクタを持つスカジーケーブルが必要である。スカジーディスクモードにはもう一本の専用ケーブルが必要である。この機能はアップルが1年以上後に新型パワーブックを発売するまで100日しか搭載されていなかった。パワーブック100のクティー配列キーボードには63キーの US 配列版と64キーの国際。 ISO 配列版の2種類がある。Powerbook100 の Caps l o c k キーには、ロック位置やその状態を示すライトがなく、それを補うために OS ソフト、システム7には Caps l o c k が有効な時に、国際的な Caps l o c k マークのアイコンをメニューバーの右上に表示させる拡張ファイルが含まれている。Powerbook100 の内部構造は、Apple Hoyzing Active l i f e s t y のベースと、 なった。パワーブック140と170は、いずれも100よりも先に、1990年3月から1991年2月に、かけて、アップルインダストリアルデザイングループによってデザインされた。パワーブック100のデザインは、140や170の、筐体開発で得た教訓を活かし、パワーブックラインに、最初の改良を加えたものである。 1990年9月から12月にかけてデザインされた100は1984年からアップルが採用しているスノーホワイトデザイン言語を踏襲している。特に 2mm の隆起した要線を 10mm 間隔で配置することで既存の製品群との調和を図った。アップルは1989年末、1991年に予定されていた 新製品の数をこなすだけの技術者がいないという理由でソニーに開発を持ちかけた。アップルから送られてきたチップなどの部品リストを含む基本設計図とマッキントッシュポータブルのアーキテクチャをもとにソニーがカリフォルニア州サンディエゴと日本で100を小型化して製造したソニーの技術者はパソコンを作った経験はほとんどなかったが他のプロジェクトを中止して パワーブック100を最優先にしたことで、アップルの最小、最軽量のマシンを13ヶ月以内で完成させた。社長の大賀ノリ夫は、プロジェクトマネージャーの山本九平に、ソニーの各部門から技術者を集めることを許可した。当時、アップルのインダストリアルデザイン責任者であった、ロバート・ブルナーが、デザインチームを率いて、トラックボールや、ミカゲイシーロなど、このノートパソコンを開発した。 ウルナーは普通の本と同じように使いやすく持ち運びしやすいようにパワーブックをデザインしたという。濃い見影石色は当時の他のノートパソコンやベージュやプラチナグレーを基調としていたアップルの他製品とは一線を画していた。もう一つの新デザイン要素であるトラックボールはコンピューターの中央に配置され左利きと右利きの両方のユーザーがパワーブックを 簡単に操作できるようにした。デザイナーはノートパソコンの全体的なデザインでファッション性を追求し、財布やブリーフケースのような個人的なアクセサリーになると考えた。ブルナーはこういった、それは持っている人のアイデンティティについて何かを語る。ホームオフィスコンピューティングのクリスタルウォーターズはパワーブック100のユニークで効果的なデザインを評価したが、 内蔵モデムがファックスを受信できないことや、モニターポートがないことに失望した。また、容量の少ない 20MB のハードドライブも批判された。中心的なアプリケーションをインストールしてしまうと、オプションのプログラムやドキュメントを入れるスペースがほとんどなくなってしまう。Water's ーーは、こう締めくくった。この数週間、100を使い続けてみて、4 0イトのハードディスクがあれば、 買っても損はしないと思った。PCWEEK がパワーブック1 0 0のベンチマークを行い、先代のマッキントッシュポータブルと比較した。パワーブック1 0 0はマイクロソフトワードの文章を開くのに5.3秒、保存に2.5秒かかったのに対し、ポータブルはそれぞれ5.4秒、2.6秒だった。PCWEEK ではバッテリー駆動時間をテストし、3時間47分の 使用が可能だった。バイト氏のレビューでは、パワーブック100はワープロやコミュニケーションの作業におすすめ。上位製品は複雑なレポートや大きなスプレッドシート、プロフェッショナルなグラフィックに十分なパワーを提供する。と結論付けた。マクイークは予算の限られたライターなどに最適と評した。パワーブック100はマスコミからも高い評価を得てきた。 2006年には PC ワールド氏がパワーブック1 0 0を史上10番目に偉大な PC 都市。2005年には米国のモバイル PC 氏がパワーブック1 0 0をソニーのウォークマンやあたり2600を抑えて史上最高のガジェットに選出した。パワーブック1 0 0は1999年イザ・シルバーデザイン・オブザリ・ザ・ディケイド賞フォーム誌の1993年デザイナー。 S デザインアワーズ、awards, 1992年イズダゴールド、インダストリアルデザインエクセレンス賞1992年アプライアンスマニュファクチャラーエクセレンスインデザイン賞インダストリーフォーラムデザイン10ベストハノーバーフェア賞など複数のデザイン賞を受賞している。ありがとうございます。